こんにちは。内定率 100% の就活塾、ホワイトアカデミーの竹内です。今日の質問はこちらです。現在、SIRのある子会社から内定をいただいています。わら企業のつもりで受けたのですが、入ってもいいかなと思えるような良い会社です。ですが、新卒カードを使って子会社に行く点が引っかかっています。新卒で親会社に入るのと子会社に入ることの違いなどがあれば教えていただきたいです。こちらに回答していきたいと思います。結論、引っかかるなら大手を受けてください。わらしべ長者戦略をやって、わらをゲットしたらそこそこ満足してしまったという状況ですね。学歴の高い方は絶対に大手と考えている方が多いので、大手を受けずに就活はもういいやとなる方は少なく、この状況になる方は大体学歴があまり高くない方かなというふうに思います。子会社の SIR の場合、親会社のシステムのみ開発する場合と、全く関係のない会社のシステムも開発する場合、この2つがあるので一概には言えませんが、基本的には大手 SIR の方が開発規模も大きく、利益の取れる開発を担当しています。その分給料も当然高いです。一方で子会社は親会社から自動的に仕事が降ってくるため、親会社が安泰なうちは安泰ですし、営業努力や利益追求なども必要ないため、学歴があまり高くない方にとっては比較的ホワイトに働ける環境ではあると思います。ただし部長クラス以上になると親会社からの出向者がいるため、出世できても課長レベルまでというふうになるケースが多いです。就活は大変なので、また一から ES 書いて面接受けてってやるのかめんどくさいな、受けても大手に受かるかはわかんないし、もう就活やめたいなとなる気持ちはよくわかります。ただ新卒カードを使って子会社に行くのが引っかかるということであれば、おそらく大手を受けなかったら後々後悔することになるかと思いますので、受けた方が良いでしょう。ホワイトアカデミーではわら企業をゲットした後の挑戦企業の対策も行っておりますので、せっかくわらをゲットしたから大手に挑戦したいという方は、ぜひ一度ホワイトアカデミーの無料相談会にお越しください。では今日は以上です。ありがとうございました。